はい、俺です。こんばん、ごきげんよう、俺です。とね、今日からやっていくゾンビゲーム、呼び方はちょっとまあ後から言ってもらいましょうね。これゾンビゲームなんですけど、最近ね、いろんなゾンビゲームをやってきて、たまにはね、ちょっとゾンビの気持ちになってプレイしてみようかなと思ったところに、エピックさんの方からね、無料で今あのダウンロードできるゲームね、こっちがあったんで、ちょっと興味を持ってやっていきます。で、説明の方とかはちょっと、僕なんかよりお上手な子がいるんで、そこからやってもらいましょう。ってことで、さっきゲップをしたうさたさんですと。おはようございます。してません。はい、おはよう。さっき俺が喋る前にやったでしょ、グエッツ。してません、うん、まあ、はい、こちらのですね、スタップズ・ザ・ゾンビ・イン・レベル・ウィザード・パルスというゲームなんですが、こちら2005年に発売されたゲームになってまして、10月26日に HD リマスター版で日本語対応したのが発売される予定になってます。はい、でこれはですね、もともとこの開発元なんですが、ヘイローで知られるバンジーの設立者の方が独立して設計した会社が作ってるらしくって、このオリジナル版なんですが、ヘイローで使われたゲームエンジンを使って開発されているっていう、ちょっと実験的な作品だったみたい。なるほどな。ね、これ、はい、まあ、だからなんとなく、今見てこれ、ああ、ヘイローかな、ヘイローっぽいなと思ったんだよな、俺も。ヘイローっぽいですかね、これ。ヘイローっぽいな。やったことないけど。はい。そっかそっか。ってことでね、これね、2プレイヤーってあるんだけど、これ多分ね、はい、オフラインプレイなんだよ。ああ、そうですね、はい。さっきちょっと音うるさかったから設定いじってて、はい、あれこれ一緒にできるんかなと思って試したけど、多分ダメだったから。はい。ってことで、ポッチでプレイしていきますと。はい。これちなみにね、日本語対応してないのかな、してないんで、はい、例によってね、うさたの方が緩く多分ね、訳していってくれると思うんで、それを信じてストーリーを進めていこうかなと、はい、思ってるところですね。やっていきます、はい、ワンプレイヤーで。はい、レッツラゴーと。Dateline, Pennsylvania, where one city has entered the 21st century 50 years ahead of schedule. Welcome to Punch Bowl. 早速わからんわ、もう。はい。ここでですね、このゲームのストーリーをざっくり説明します。はい。主人公の方なんですが、1933年に恋人のマギーとイチャついてたら、その父親に殺されて、そのまま山の中に破棄されちゃったらしいんですよ。はい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 。こちらがスタップスことエドワードさんが主人公なんですが、時が巡り1959年にロシアと手を組んだことで工業化していたペンシルベニアの架空都市パンチボール、ここパンチボールですね、これの工場の敷地でゾンビとなって目を覚ますっていうストーリーですね。はい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 、はい、だからここはちょっと工業化が進んでる架空都市みたいですね。なんかさっき近未来っぽいなって思う。はい。で、ちなみにですね、まあ、もう蘇った主人公なんですが、復讐のため街をめちゃくちゃにするっていうのがこのストーリーです。それが俺やな。そうです。ああ、俺はとりあえずイチャついてたら殺されたんや。そうそう、お父さん。ああ、なるほど。何、うちの娘とイチャついとんねんって。なるほどなるほど。俺ちょっとこういうゲームやってるとさ、ちょっと感情移入しちゃうから、大体のゲーム主人公とか操作してるプレイヤーのこと俺って言うから、まあ、そこは気にしないでこうね。はい、うん、そっか。あ、ちょっとイチャついてるカップルがいますね。おー、で、これ俺かな。そうですね、何イチャついとんねん。そうやな、そういうやつは。どうした？そう、あのキーのジャンパーめ。なんで？なくなっちゃった。たぶんはホットドッグ取ったから怒ってるんですかね。あ、でも機関士。あのピーのジャンパー。さあ、この辺はチュートリアルになるでしょうか。はい。なんか言ったな、こいつ。アタック。何しとんの？アタック。何しとんの、お前。アタック。お黙り。ホットドッグと女はいただくぞと。さあ、うん、
テッドブレインズ脳みそですね。はい、ゴアフ表現入ります。まあこのぐらいのな軽い絵だったら OK やろ。おい、ちょっと待って、女もいただくぞ。女子が逃げてますけど、女の走り方は女子が。でもロボットも今ちょっと笑ったやろ。このロボットは街のなんか案内するロボットみたいですけどね。はいこれね、はいはいはい、これ主人公の人タバコくわえてません？ゾンビ。あれ、あ、本当だ。いいやんいいやん。お、なんて、キャラクターを動かしましょう。あ、ゾンビっぽいですね。いいですね。なんか横腹のところちょっとえぐれてません？ちょっと。まあ、じゃあ時が経ったからさ。腸が出てるんだけど。そっか、俺生前こんな感じだったわけな。でもここかなり文明進んでますよね、この。そうだよな。お、ちょっと待って、あいつ立ち上がったぞなんか。はい、ということで脳みそを食べるとですね、仲間を増やすことができます。お前仲間？やったー、初めての友達でーす。あっち行けよお前。はい、お友達を増やしていきましょう、マジで。まずね、中途終わらせよう。You get around pretty well for someone with a gaping hole in his stomach. If you like, we can visit Punchbowl General Hospital and have that looked at. Oh, but there's so much to see first. Come on. Come on. つってますね。俺が先行くし。これがジャンプ。Good morning, officers. Be quiet, guy boss. All right, buddy. You're coming with us. But officer, we just started the tour. 明らかに様子おかしいシーンいますけど。We don't want a sick bum and an ugly tie walking around on opening day stinking up the place. 何言うんだ、あいつ俺のこと悪く言うやろ。Exactly. So we're just gonna stand here, nice and quiet. And you are gonna get in the back. なんか俺のこと悪く言うやろ、絶対。わかるんやからな、そういうのは顔見とったら。いいとってことは食えってことやな、とりあえず。よっしゃお前もじゃ。じゃあこの人たちも仲間になるのか。わ、ちょっと待て。あー、かっこいい車来ました。遅れろ、ちょっと大丈夫ですよ、警察官の仲間が増えました。あいつなんでこっち来んのな、さっき仲間になったやつ。ちょっと邪魔だな、お前メカのとこに行かないと。あ、もう邪魔。何？What is it? Oh, I see. You've got gas. よう待ってくれとうな、あいつらも。Well, you, relieve the pressure. All right, buddy, you're going downtown. Hands where I can see them. B. Oh. はい。うわー、こらうさ。よし、今のうち。思ったより効果あったぞ今。うん、これ範囲攻撃ですね。ちなみに右下にマークあると思うんですけど、茶色いあれは脳みそを食べると溜まっていくらしくて、ああなるほど、これが溜まると今みたいなちょっとした大技が出せるようになります。分かった、ちょっと待った。はい、なんかこいつ今更来たんやけど。お前もういらん、お前なんか。みんな来ました、集合でーす。ほい、おー、はい集合、はい集合。賢いぞこいつら。はい集合、はい集合しました。ちょっと待って、だからお前はよその子だって。お前は帰れもう。明日から来んなお前は。はい、みんなは集合。はい、お利口さん。すごいですね。Well done. They're heading right over. 一応返事してます。お前は違うからだから。なんでその子だけいじめてんですか。あいつ女守ろうとしたカッコつけ野郎やから。はい、これ左下に出てるのが HP ですね。あれマイケル・ジャクソンかと思ったあれ。惜しいです。うわ、なんで？はい、トップ。はい、減りましたね。お前。まあ、HP ですね。時間とともに回復するみたいなんで。あ、本当だ。危なくなったらちょっとどっかに逃げるって感じですかね。さすがゾンビやな。お前、あの子だけ、アホな子やな、あいつ、ほんまに。なんでそんな子だけいじんまりするんですか、もう。
はい、行きますよ。よし、じゃあみんなこっちやろ。あれ、あっちでいいのか。あ、じゃあそっちやろ。あっち、あっちです、あっち。じゃあな、なんでみんなあっち行きよ。こっち来いや。かわいい。みんなアホか。まあでも脳ねえからアホか。そうですね、脳食べられちゃいましたからね。あ、中途終わったかな。はい、ようこそ我が町へようこそ。よし、受け入れてもらえるかな。なんかフィルターかかった感じやな。ちょっと緑いいフィルターがかかってるみたいで、うん、リマスターだとこのフィルター外すオプションもあるみたいですね。ああ、なるほどな。はい、これは旧作だからね、ちょっと。とりあえず分かんないけど、お前も仲間にしといて。おっとお前何の怯えとんな。よし、よし、お前もじゃ、お前一回叩いてと。よし、待て待て、あ、お前なんだそのジャンパーは。許さんぞ、お前。 P のものです。 P のやつは、あの、あ、ちぎれた。あ、ダメだな、こいつやっぱり。怖い表現が。やべえ、ちょっと待って。ピスト、飛び道具はやばいですね。集合、集合。飛び道具はやばい。よし、行け、お前。飛び道具はやばい。こんな風にですね、ゾンビ。お前何やっとんだ。ゾンビを縦にしつつ進むという戦法もあります。あいつを肉壁にして、肉壁にして、仲間を壁にして。何やってくれとんのお前。ナイスナイス、仲間にしちゃえ。よしと、まだダメだ、仲間をもっともっと増やさないと。仲間の頭が飛んじゃった。くそ、あ、でも死なんのや。なんなんその逃げ方は。頭なくても動くんだ。あー、でも手とかがなくなったりとか、やっぱダメージを受けたんですね。ようわからんけどさ、はい、ゾンビってだいたい頭狙うのが弱点なんちゃうん。そうそうそう、頭をね、壊しても死なないゾンビもね。マジで強いじゃん。お前、あんな遠くから撃ってきやがって。おい、みんな集合。よしよしよし、太陽行けや、お前。何しろんな、お前。太陽かわいいんだけど。行け行け、おっさん。ちなみにですね、手を飛ばしたり頭を飛ばす攻撃があるんですね。なるほど、後でやってみよう。はい、痛い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 。ちょい待てい。よしと、オグと。いいな、これピクミンみたいなもんな。ピクミンです。、うん、任天堂でいうピクミンや、これは。ピクミンです、はい、マイクロソフトのピクミンや、うん、はい、そうですね、みんな力持ちよね。よ、うん、そう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 。よし、愛の歌や、これはもう。お前、まだ動くんか。すごい。なに、あれ、蹴れるやん。ひどい。お前も役に立たんけ。ついてくんなよ、お前も。仲間ですよ。うん、みんな見とけ、うん、動けんようになったらこういう扱いになるから。気張って働けよ、お前ら。よし、行くぞ、お前ら。よっしゃ、来い。楽しい。なかなか過激な表現が続いてますか、ますけど、これもちょっと結構コミカルなね。そう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 、なんかこう絵のタッチと、まあ、ゲームなんで。なんか仲間少ねえな、まだ。やっぱもっと大群で押し寄せたいよな。はい、行きましょう。あっち行けってなってますね。モノレール、うん、は？警察の人がめっちゃ出てきましたけど。モノレールで多分どっか行くんですね。早く来いよ、お前ら。アホバカ、お前見ただろ、今銃使われたの、お前。行け、お前。早よ。怖がんな。行けって。盾にして。お前も何、行け、早よ。かつての仲間だった同胞を撃つ彼らの気持ちを考えたことがあるんですか。かつての仲間が、かつての仲間が撃てませんよ、こんなの。行け、ほら。確実に撃ってくる。お前やるじゃん。確実に撃ってくる、あの人。おー、ナイスジャンプ。なめんな。体が
食べれませんでしたね。あ、なったんだ。おい、見ろ、こういうやつはみんなで蹴飛ばそうぜ。なり損ないがよ、あいつはセンスがなかった。ちょっと、はい、モノレールと乗ってみたいなと。はい、まあ、そっか、こいつが生きとった時のはなかったかもしれんからな。そうですね、もうめっちゃ追われてる。あ、あれは仲間じゃないんだ。早いな、動き、このゾンビ。ねえ、おー、まあ、一般市民に当たるだろう、あれは。あ、なんか怒ってますね。え、なんで俺こんなこの人に嫌われたんだろう。でもなんか助けてって脳みそに狙われてるみたいなこと言ってたから、ちょっとなんかあいつか、もしかして俺を殺したやつは。緊急事態ですね、これは。なるほど、向こうも兵士を使うし、こっちも手下を使うと。はいはい、あ、増えましたね、乗客の人食べたんですかね、これは。はこれがもしかしたらかつての恋人だったのか、めっちゃときめいとうで 今好きになったのか。多分今好きになった方やと。今好きだ、うん、あ、ちょっと巨人入れてる。なるほど、しかもあれやな、やっぱアメリカスタイルのノーブラですね、これは。この子を探しに行くんかな。あ、そうやな、やっぱいい女を見たらいただいてやろうと力を使って。まあな、ゾンビやからな、人間のルールとか法律関係ないから。そうですね、なんだったら殺されちゃいましたもんね、最初は。あー、来ました。俺です。ちょ、ガチャピンみたいな、あのリアルポンキッキーのやつみたいな。確かに。死んでもタバコは吸うっていうのがいいですね。いいよな、分かるわ、気持ち。俺も見習うわ、ちょっと。お前、何やってくれとんの。待って待って、あ、ショッポン。意外とメンタル弱いの、なんだと。んおっと、最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。